それと先ほどの続きなんですけども、まずホームページのこの1番で、まあ、ゼロ緊急最重要問題、ここは非常に重要です。でエネルギー問題のことに関しては他の欄も見ないと、ここだけでははっきりとは分からないですね。ある程度のことは分かる程度です。コンパクトに まとめたつもり でここも追記しています。だから1番でここでまずクリックをして、もしくはタップをして、その日に僕はどういうふうなことを記載したか、それを日付ごとに書いてるんで、それ見てもらわなかったらね、情報の多さに振り回されるんで、毎日継続して見なかったらついてこれないんですよ。見るのみんな嫌になって。でこの内容もある一定の内容だけを記載してるんですけども、 3.12 政府の方たちへの、まあ、2023年6月28日天皇家の方たちや総理や内閣の方たちやっていう、ところ見てもらえますかって、まあこの内容とか記載してる文章だけでも、まあかなりコンパクトに状況は把握できると思います。これを10年以上にわたってやられてる、多分もっと前からやられていて気づいていない時も結構あったんだと思います。一回二十歳ぐらいの頃に一回フルーズフラパークから離れた方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、警察官の人たちとの話とかも、大阪行ったら行ったでどうなんっていう部分も、まあ、その当時の警察官の人たちは悩みました。だからその頃から村木署長対応だったんですよ、有馬警察署の。で正直村木さんもともと僕二十歳ぐらいの頃から署長でしたから、今何歳かわからない、本当に対処できるような年齢なのか、これは事実ですね。で有馬警察署の普通に働いてる人たちも年齢まで知ってる人そんなにいないんじゃないですか、実際のところ。現実的に会社って結構そういうところあるでしょ。以上です。